老齢基礎年金を受けるためにもですね、必要な加入期間ですね、まあ、いわゆる受給資格期間、老齢基礎年金の受給資格期間と言われるものは、まあ、原則ですね、最短25年という形になっています。で、この受給資格があるかないかをね、見る、受給資格期間を満たしているかどうかを見る25年のカウントをする場合はですね、まあ、公的年金制度に加入して保険料を納めた期間、あるいは、きちんと手続きを踏んで保険料を免除を受けた期間、あるいは、いわゆる合算対象期間、まあ、空期間なんていうね、言い方もされますけども、これはいっぱいあるんですけどね、年金、例えば年金制度に任意加入ができたのに、任意加入しなかった期間とかね、まあ、いくつもありますけども、そういった保険料を納付した期間、免除したされた期間、それから合算対象期間、これらを含めて25年以上あればですね、原則ですね、原則25年以上あれば老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていると、こういう形になっています。